皆さん、えにし歌われるもの二人の箱を押しとる白役の骨健太郎です。皆さん、えにし同じく歌われるもの二人の箱を暗示役の赤崎千夏です。このラジオは現在好評放送中のテレビアニメ歌われるもの二人の箱をめちゃくちゃ盛り上げるために僕たちきらめきキラーコンビの二人が何かと頑張っていく番組です。ほうどかー、何かの香りを感じる。何かの香りって何何かの雰囲気を、予兆を感じさせる。大丈夫です、テンションおかしいしこのラジオを聞いていただければ。ジェネリックマロロの香りがするそうなんです、ちょっと今日はね、もう僕が大好きな大好きな早いあのマロロ、そしてマロロ役の、はい、そしてじゃないね、そしてマロロと一緒に来るのかね、マロロと杉山なんか別物みたいになっちゃうけどマロロ役のね別口なのかな、杉山奥さんがね、はい、来てくださいますので、もう今からちょっとね、こう高ぶっております。すごいテンション上がってますね。いや、もう大好きなんで僕は、はい、ちょっとってモノマネしてますもんねそうそうそう、あれは好きでリスペクトでね、オマージュでちょっとねモノマネさせていただくんですけど、本当ですか。今日はあのジェネリックじゃない、本物がねジェネリックってどっちだろうかジェネリックマロロジェネリックマロロと本物マロロが来ますんで、はい、私も楽しみ、はい、正常も報復 Z を、ね、もう本当に涙が絶対出ちゃう今日もう大満足の回になると思います、はい、はい、ということで、もうね、満を持して、まあ、行きましょう、うん、それでは、正常、参りますぞ。えにし、歌われるものラジオ出陣じゃ。パオー。この番組は、歌われるもの二人の白おろ制作委員会の提供でお送りします。えにし、歌われるものラジオ。えにしまして、こんにちは、おしとる白役の骨健太郎です。えにしまして、こんにちは、暗示役の赤崎千夏です。お待たせしました、ここからはゲストのご登場です。えにしまして、もじゃマロロ役の杉山大樹です。わー、もじゃって言った、お願いします。よーほーよーほーすごい、さらめんの左と右で振ってください。左と右で振るとかできないの、無茶な編集を急に、よほーよほーってやり、欲しい、その音源が私は欲しい、できないのかな、すいません、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。いや、そうなんですよ、杉山さんがいない回でももう僕が勝手にマロロの真似でニョホ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 言ってたんで、ずっと、はい、ただこの正常はですね、あの偽物でも大満足する偽物でよろしい、偽物でなんか記憶が上書きされそうで怖いので、ちょっとそろそろご登場いただいて、はい、今日はもう全部ニョホニョホしていただければ幸いにございま す、ね、ありがたき幸せでございます、はい、本物を聞いてね、本物を取り戻していただかないと、そうそう、ちょっと偽物に侵食されてきちゃったからいや、でも僕もね、ちょっと分からなくなってるところはだいぶありまして、なんでトネさんのこう頭でこう思い描いて喋ってる時がおかしい、ジェネリックマロロが、でもどっちがジェネリックなんだかもう分かんないし、僕の方がジェネリックなのかもしれない、そんなことおかしい、違う違う、そこは違う、本物ですから、そう、杉山さんの役ですから ね、 これね、さあ、そんなマロロのねお話をちょっと今日はねいっぱいしていきたいなと思うんですけれども、はい、はい、マロロっつったらね、実はね、あんな顔し、あんな顔つか、あんなメイクをしておきながら、うん、めちゃくちゃ頭いいんですよ、うん、あ、なぜなら電学士と、そうですね、電学士って何ですか、電学士っていうのは頭がいいざっくり分かってないな、これすごい勉強をして、すごいなんか難関試験を合格した、もういわゆるもう博士号みたいなね、はい、この世界でいうところのね、方なんでございますよ、へーって、あなたの役ですよ、そうですよね、なんかおでんだな、おでんみたいだなみたいな、思ってなかったですけど、あ、電学士、なんかおでん学士、はい、美味しそうになっちゃったね、急にそうなんですよね、いや、だからまあ派手な装束に白塗りの厚化粧なんかしておりますけどもね、うん、ただまあ、まあ術をね、よくゲームでもね、まあ、アニメの炎の術とか使って戦うキャラなんで、まあ、ちょっとね力の方は貧弱なんですけども、まあ、さらにお酒も弱いという感じなんですけどもね、でも、偽りの仮面ではね、もう押して
とる、まあ、ウコンとハクとマロロといったらもう、うん、もう常になんかお酒飲んでどんちゃんしてるような、そうですね、間柄みたいなね、楽しかったですね、あの頃。いや、あの頃本当に愉快でしたよね。いや本当に、いやそこからのね、二人が黒になってから急にこうメイクもバンと変わったり、変わって、もうお芝居の感じも全然違っちゃったりして、そうですね、もう、うん、あれはなんであんなになっちゃうんですかね。別に声変えろとか言われてないんですけど僕ね。あ、そうなんですか。言われてないですか。ゲームの時もそういうディレクションとか全然なかったですか。なかったですね、僕が勝手にやってただけ。その闇落ちマロロみたいなものと、 あ、 あのまんまやったらちょっとなんか成立しないなとかできないなと思って。あ、いやでもそれがバチッとハマってもう何も言わず OK が出たっていうことですもんね。そうなのかな。いや、そうです、そうですよ、そうですよ。あれ、マロロ役の杉山さんですよね。ディロックなんて全然出てふわっとしてるけど、嘘でしょ。あれ演じたかなみたいな感じで、そんな感じですね。でマロロとの付き合いももうだいぶ長くなりましたよね。そうですね、もう 何年になる、何年、何年だから78年ですか、なるのかな。そうなんですね。結構ゲームもありアニメもあり、他のあのゲームもいろいろタイトルが出てきたじゃないですか。そうですね、なんかもう毎回もうこれでないだろうと思いつつもまた読んでもらったりして、前どっかでもう一生分のマロロじゃない、おじゃ言ったとか言ったのにその後の方が言ってるみたいな。結構いろいろやる機会ありましたね。ありましたね。なんかその中でマロロの印象変わったみたいなことってありました。印象が変わった、どうなんですか。じゃあ一番印象変わったのはもう偽りから二泊になった時にメイクがジャーンってなんか赤いもうクマ取りなんですかみたいなのが出た最初のその PV とか見た時に、何があったみたいな感じでこっちはなったんですけど、あれ自分でメイクしてるんですかね。どうなんですか。それともなんか気分でこうバッて出ちゃうのかな。出る時と塗ってる時あんのかなぐらいに出る時がある。出る時は出なかったら自分出なかったら出なかったら自分で調子悪いやつか。そうなんか女性のアイライナーみたいな、ちょっと気分上がんないから伸ばしとこう。そんなイメージでやってましたからね。切れ具合が足りないと自分で塗る感じですよね。そう塗ってるとこちょっとなんかアホらしくて見たくないですけどね、ちょっとね、こう塗り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 なんてしてね。いやでもそうなんですよ、だからこの放送が、このラジオが流れてる頃には、もうそうです第17話、ね、決意の大河が放送されているはずなんですよね。終わった後なんですね。終わった後なんですよ、なのでもう本当にマロロが、マロロとのね最後がそうですね終わった後ということで、はい、できたものをまだ見れてないのでどうなったのか、ちょっと心配ではありますし楽しみではあるところですけどね、いやでもあのシーンは確か一緒に、そうです、現場でね、撮らせていただいたんで、座長曽根さんと一緒にいただいた、本当懐を飛び込んだ感じで、本当にあんなすごいシリアスなシーンなのに直前までふざけ倒してるような印象が、それはもうね、曽根さんがいつも深刻な顔してるから、なんかいじりたくなっちゃいますよね、あんなに深刻にされてると。優しいんですよ、だからこっちがもうなんかもう切羽詰まってこうやってるとなんかこう、ここ心をね柔らかくしてくれる。お話結構したんですか、現場でも。あ、しました、しました、はい、まあ、さすがに収録中はそんしたか、収録したりとか、なんかその合間合間でもねちょっとなんかこういろいろしましたけども、はい、いやでもなんか僕の愚痴を聞いてもらう、愚痴というかね、愚痴じゃないですか、僕のなんかこうポロッとなんか、いや大変なんだよねみたいな感じの話を、愚痴とかいっぱい聞きました。聞いてない、言ってない、言ってない、お悩み相談みたいな感じをしていただいたりとかしてたんですよね。もうあの曽根さんの姿を見たらもうね認めざるを得ないし、普通だって現場に入ったらこうなんか嘘でもシュッとしてね、なんかできますよぐらいにやるじゃないですか。もうなりふり構わずひたすらこのパッドの音声を聞いて入り込んで多分皆さんが言ってると思うんですけども、その姿がですね、なんかこうもういじっちゃいけないんだろうな、でもってなりますね。そうそうそう、曽根さんだしいじっとかなきゃっていうかね、なんかまあそうしつつ僕も緊張してるところがあったのでほぐさせてもらってありがとうございます。いやそうですよ、だからもうね靴下に穴開いてるでって言われたりとかね。それ私なんか僕のセリフを読んでる、なんかあれ隣で僕のセリフ読んでる人いるなと思ったらね、杉山さんだったりとかね。あ、そうだったんですか。曽根さんの真似を、真似してくれてたのかなと思って。逆にそうなんですよ、あのお一人の真似されてたりとかすることもあったとか言ってあったんでね、はい。
いやでも本当になんか寂しいですよ。なんかまあね、収録は終わってますけど、うん、いざなんかやっぱりアニメ本編でマロロが亡くなってしまって、ね、なんかずっと二人の白黒の方では中ボスみたいな感じでずっとね、うん、ここの話数までなんやかんやとこう登場していたんですけど、こんなに大切に扱ってくれるとは思ってなかったので、うん、とてもありがたいし嬉しい、うん、喜んでると思います。マロロが、うん、はい、あるところではヒロインって言われてますからね。そうですよ、1話とかもルルティエかマロロがヒロインでしたもん、完全に。そうそうそう、アンジュとかクモンとかどうやったっていう感じで本当にそうですよね、思ってました。でもこっちはそんなつもりでやってないんですけどね、なんか結果なんか皆さんがそう言ってくださって、まあ、でもある意味マロロヒロインですからね、マロロルートがあってもおかしくないぐらいの、そうそう、はい、もしかしたらイフルートでね、あってもおかしくないと思います。さてここでメール来てるのでご紹介しますね、はいはい、メグさんからです。赤崎さんとねさん、ゲストの杉山さん、こんにちは。こんにちは。杉山さん、絶対ゲストに来ていただきたかったので嬉しいです。私は6年前に2人の白オロをゲームでプレイしてからずっとマロロ最推しなのですが、うん、まさかマロロがツイッタートレンド入りする日が来るとはと3話放送後感無量でした。3話のハクとマロロが別れるところはお二人の演技が素晴らしく、短い時間ですが二人の別れが切なく本当にものすごく良かったのでトレンド入りも納得でした。ゲームでは怯え戸惑う感じで誰でおじゃるかとハクトルにマロロが言うセリフがアニメではガラッと変わって静かで理性的な演技に変わっていたのがとても意外で印象的でゾクッとしました。原作と変えたことが逆にすごくいいです。マロロの泣き声もとても切なかったです。すごく長いメールいただいたんですが、ちょっとここから最後の方に飛びます。私は6年前にゲームをクリアした時、マロロとマロロ役の杉山さんの演技が本当にすごかったから心に残る作品になったので、もっとたくさんの人にこの凄さを見てほしいから2人の白衣もアニメ化してほしいなとずっと思っていました。もう難しいかと思っていましたがアニメ化実現されて本当に良かったです。これからもずっとお元気でお仕事頑張ってくださいという非常に熱いメール、ありがとうございます。マロロ最推しなんです。あ、すごく嬉しいです。あ、もう本当に心から感謝。結構ゲームとアニメでお芝居変えたとか、はい、そうですね、だからせっかくね、もう一度できたものを作り直すならばね、まあ、新しい気持ちでと思って僕はあまり、元の方聞かずにやったんですね。改めてやらせていただいたので、そう言われると、あ、そうだったんだって思ったりはしますね。ちょっと流れが違ったりっていうこともありますからね。そうですね、はい、なんかでもそれで泣きのシーンのことを触れていただいてるんですけど、はい、あのハクが死んだっていうのを知らされた時の、僕あれ台本だと泣きのシーンが短かったんですけど、でも普通人が死んだって口で言われてもすぐにはピンとこないじゃないですか。でもあと台本だとそうなってるので、あの 目の前にね泣き殻があればすぐに泣けるかなと思うんですけど、そうじゃなかったので、まあでもあの時のマロロすごくだいぶ追い込まれてたので、もうなんかそのなんだいろんなそれまでの状況があったので、まあそれで泣くんだったら爆発的に泣くんだろうなってこう糸が切れたようにと思って、泣きをやらせていただいて、多分このなんだこの尺じゃ入りませんよっていうアピールをテストで、アピール、なるほど、泣き思いっきりやったら、ああのこの先も泣いちゃっていいのでっていう風に言ってもらえて、まあ、ちょっと長めにやらせていただけるようになったんですけど、はい、一個一個の理由付けが難しくないですか。いや、テンポがすごく、そうなんですよね、早いというかすごいいいんでね、はい、そう早いんですよ。もう少し気持ちの流れ的には欲しかったっていうところはまあありますよね。でも見てるとちょっとトネさんにしろ他の皆さんにしろ速さを感じさせないですよね。実際やってみると速いんですけど、実物できたものを見ると皆さんすごく成立してるからやっぱすごいなと思いながら、まあ、もちろんねたっぷりね、ここはもうなんかこうもう5秒だけど本当は30秒使ってやりたいっていうのもありますけども、やっぱりねもう絵を作ってらっしゃる方もいますし、はい、やっぱり何といっても28話にこうあの超大変をギュッてしてるわけですから、はい、いやそこはやっぱりテンポもね大事にしていかないかなっていうところもあったので、はい、あでも泣きのところはテストでも
もう俺はこんだけやりたいんだっていうアピールをして監督がその心意気勝ったみたいな感じの覚えてますか。いや覚えてます覚えてます。なんか そうですよねあの、はい、だから絵の裏の方というか、はい、あのずっとそこの泣きが続けられたというか。そうですよね。なんかあれ多分あの先ゲームだとずっと泣きながらとぼとぼなんか歩き回るシーンがあったけど、そこは絶対カットされるんだろうなと思ったので、そういうのもひっくるめてなんかあそこに全部凝縮させたいと思ってあの時はやりました、やった記憶がありますね。はい、いい話でおじゃる。あれジェネリック偽物あ次のお便りです。はい、ペンネーム灰色猫さんからいただきました、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにち は。歌われるもの2人の箱を15話見ました。ついに戦が始まりましたね。はい、王禅の武器が斧だということを初めて知りました。そして強かったですね。当然ソヤンケクルと元宝も強かったですね。さすが八中将と感心してしまいました。その裏ではオシトルとマロロの戦いもあり、15話は一瞬たりとも目が離せない展開の連続でしたね。身軽に飛ぶマロロを見てはあのマロロがと複雑な気持ちを隠せませんでした。マロロとハクが争う姿見たくなかったですね。そんな中最後に現れるライコウの最強の手札三日月、オシトルの正体がハクと分かっていながらも戦うことを楽しみにしていた感じがあり、この時の感情を内田さんに聞いてみたかったです。もちろん今回のゲスト杉山さんにも聞きたいことがあります。お杉山さんの妄想で構いません、うん、シュラマロロのあのメイク作るのに毎日どれくらい時間をかけていると思いますか。あとあのメイクしている時シュラマロロは何を考えていると思いますか。主導なのかなやっぱり。バッと現れてくるんですかね。どっちなんだろう。で皮膚の内側からニューって出てくるのか、まあ、塗ってるのか、まあ、でもさっきも言いましたけどこう浮き出てくる時もあれば、はい、なんか今日は気分のんねえなって時はこう顔に出てこないなって時は一生懸命こう描いてんのかなぐらい。でもお風呂入ってる時は撮れてますもんね。そうですね。そうですよね。あれはお風呂入って撮ってるのか、それとリラックスして気が抜けてスーッとメイクが引っ込んでるのか。あれどういう設定なんですか。どうなんでね、僕が聞きたいですね。マロのもし家族とか出てきたら同じようにメイクしてるのかとか気になりますよね。ああ確かに。絵はなかったのかな。マロロの家族の絵はちょっとまだ僕見たことないかな。出てきて。もともとそうだったらその家族が極つぶしというかなんか、うん、なんていうかその財産をね浪費家みたいな、そう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 、親がいて大変なんでおじゃるっていう、うん、なんかこうあいつも苦労人だなみたいな話を偽りでしてて、そうそうそう、でそのシュラマロロになってからは確かなんかマロロがね、そうゲームだと親殺しをしてるはず。そうそうそうなんです。確かそれがそのゲームやった時もそれをのシーンがあったから、あもうこれは取り返しがつかないやと思って、それまではなんとか戻ってくんないのかなと思いながらこう見てたんですけど、そうですよね。だから結構だいぶ重い話でしたよね。はい、そうなんですよ。そんな中メイクがにじみ出てくると。そうだ。どうなんだ、全部虫のせいにしとけばなんとかなるの。虫のせいにでもちょっとかわいそうですよね。本当にあれは辛すぎる。本当に辛い、はい、そして続いてのメールです、はい、ラララムジュンくんさんからいただきました。トネさん赤崎さんスタッフの皆さん、えにしまして。えにしまして。聞いてください。この前仕事先のお客さんがなんとあの腰みののようなバッグを持っていたんですよ。何？思わず指さして歌われでいけたバッグだって叫びそうになりました。なんとかこらえましたよ。危なかった。確かにあれは腰みののようなでした。自分の想像ではモップみたいにもっとモフモフと紐が伸びてるかと思ってました。例えるならちっちゃい子供が絵に描いたような髪の毛ぐらいでした。本当にいいものが見えました。もちろん自分が見たバッグが赤崎さんが言ってたバッグかどうかわかりませんですけど、歌われ全然関係ないふつおたですいません。またバッグの話するのかよとか言わないでね。だそうです。いやそうなんですよ。腰みの。赤崎さんがね、くまちゃんと一緒にお買い物に行って腰みののようなバッグを買ったという。買ったんですね。買ったんです。買ったんです。でも腰みの部分をカットすれば普通に使えるじゃないかっていうのでちょっと一盛り上がりしてしまったっていう。そうなんです。カット前提で買ったんですか。カット前提で買ったんです。これ取ったら普通のバッグだよねっていう、うんうん、それは今でも使ってらっしゃる。くまちゃんが持ってます。あたしじゃないです。あたしじゃないです。腰みののままで売られててなんか売れなかったんでしょうね。もう大バーゲン、大バーゲンされてて 80% オフぐらいになってて、これも切ったらいいんじゃないかっていう。素材も夏素材みたいな感じだったんでちょっと今眠ってるかもしれないですけど、まあちょっと街中でそんなバッグを見かけたらあれか、
ああそれでもこれかっていうちょっと思っていただけるとねちょっとにやりとしてしまうと思う。覚えててくださったんですね。そうなんです、ありがたいですね。ジェネリック、そうですね、まあ、同じかどうか分かりませんけれども、はいね、ちょっとピンときますよね、うん、はい、そんな中ですね、明日ですね、明日10月22日からは第18話の放送がスタートいたします。ここで18話対岸を胸にのあらすじを軽く紹介したいと思います。はい、友の死を越え性病へとたどり着いたオシトル・ハクと仲間たち一行を待ち構えていたのはこたびの元凶である雷光だった。彼が語る帝からの自立という悲願、それが帝の意志を継ぐアンジュ自身によってここに体現された今、自らの望みが果たされたことを悟る。しかし主の敗北を認めたくないシチリアが雷光に差し出したもの、それは強大すぎるがゆえに封じられたかつて帝が作りしアクルカであった。うわ、佳境に入ってまいりましたね。本当に、まあ、どん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 重たくね、シリアスに話が佳境にね入っていきますよね。シチリア、いやそうなんです、シチリアね、シチリア、シチリア、あれみんなシチリア覚えてる？だからシチリア、ボヤーシチリア覚えてますよ。私特にすごい覚えてる。うんうんうん、そうなんですよね。だからアクルカがここでまた出てくると、うん、いうことで、これはちょっと波乱のね予感がしますけれども、いや本当ねこの歌われってなんかどんどんシリアスになってね、こう見終わった後にあどうなるの次っていうね、なんかこう、うん、余韻があるんですけども、本当ねそのなんだろうね、そのアニメの並び順が良くないよね。なんか歌われの次の作品でね、なんかね余韻を全部かき消されるとかね、なんかすごい、すごいなんか二等身のキャラクターたちがねふざけ倒してるアニメがあるんですけどもね、まあ僕はそれも面白く欲しく見てますけれども、はい、ちょっと余韻をね、余韻も一緒に楽しんでいただければと思います、ね、はい、はい、ということで、皆さん18話ご期待ください。以上ふつおたのコーナーでした。NC 歌われるものラジオ、託されたもの。このコーナーでは親や恩師、友人など大切な人から譲り受けた皆さんの宝物をご紹介していきます。はい、ちなみに杉山さんは大事な人から託されたものはあったりしますか？託されたわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとせっかくなのであれなんですけど、偽りの仮面の時、はい、刑事さん、うん、あ藤原さん、はいはい、藤原刑事さんがすごくかっこいい靴を履いてまして、靴、はい、サイドゴアブーツっていうちょっと革靴のこう横にゴムがちょっとついてるようなやつなんですけど、僕もそれが昔から大好きで、まあ、ただなかなかいいのに巡り会えてなかったんですけど、まあ、刑事さんが本当すごくいいのを履いてて、あ刑事さんその靴かっこいいですねって言ったら、履いてみる、うん、履いてみる履いてみるって言われて、普通履いてみるって言わないですよね。例えばなんかどこどこで買ったんだよとか、そうですよね、履いてみるって、まあだから刑事さんいつも冗談ともなんか本気とも言えない感じで言うんじゃないですか。でもどっちかというと本気で言ってくれてんのかなと思って嬉しかったし、はい、はいって言って履かせてもらったんですけど、その時じゃあ藤原さんは自分の履いてた靴を脱いで、はい、杉山さんにこういうのどうで、僕もそれを喜んで履き履いてそれがやっぱり、まあ、刑事さんが履いてるぐらいのもんですから、うん、とてもいいもので、はい、本当履き心地よくて、僕がもう長年探してたのにこうドンピシャで、うん、ああこれはいいって言って僕はそれをその後ですね買いまして、あ自分で同じものを、はい、全く同じじゃないですけど同じ、ブランドのものを買いまして、それを今でもずっと履いてます。じゃあオソロッチということですね。そうですね、オソロッチ、オソロッチ、ケンさんとオソロッチ、そうですね、だから託されたわけではないですね。いやでも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 真似たもの真似たもの同じもの、いやさっきまで藤原さんが履いてた靴を履くっていう体験もなかなか、そうですね、もう本当にあったかい感じ、あったかいほかほかしてる、ほかほかしてるこの靴、ぬくもりがまだ残ってるってでも嫌な感じは一つもなかったですね、喜びしかなかったです、ね、あそのままじゃあこれ履いてみる、あげるよっていう流れかと思いました一瞬あげるはなかったです、藤原さん買って帰るの、帰れない帰れない、ペタペタ裸足で帰れないでしょそうなんですね、いやいいエピソード、それはもう本当
歌われがあったからこそのエピソードなんで、うん、そうですね、揃いってんのもいいですよね。いやもう本当そんな話でした。いや羨ましいですよ。素敵なお話でした。では皆さんの託されたものをご紹介していきましょう、はい、まずは桃色さんからです。私が託されたのはおばからもらったマニキュアです。おばはおしゃれな人で、家に行くと大量のメイク道具がありました。私の母は飲食店で働いていたため、家にマニキュアがなかったのですが、おばの家に遊びに行くとこっそりマニキュアを塗ってもらうのが楽しみで、とてもワクワクしました。昨年おばが亡くなってしまって、片見分けの機会があったのですが、綺麗に並べられたメイク道具の中からマニキュアを1本もらいました。今日はおしゃれに気合を入れるぞという時に使っています。いい話。マニキュアっていうのがいいですね。やっぱりこう爪に色を塗るとテンション上がるんですよ、うん、なんか戦える気がします。赤崎さんも今ねマニキュアをつけてらっしゃいますけど、やっぱなんか手元って自分の目にも入るじゃないですか。ふと入った時に色がついてるとなんかテンション上がるっていうのはあります。確かに顔のメイクとかね、だって鏡がないと見えないですけど、マニキュアだったらね、自分で、あ、うん、ちゃんとなんかしっかりしてる、ちゃんとしてるみたいな、そうなんです、なんか塗ってるみたいな、まあ、男性でも結構してる方いますよね、最近、はい、うんうん、塗ってる方いますよ。トニさんもどうですか、うん、マニキュア何色か塗ってみますか。色つけるの、うん、え、何、青とか黒とか、まあ、そうですよ、うん、いやなんか恥ずかしい。そんな派手なシャツ着といて。本当だ、カラフルなシャツ着て。確かにね、爪ぐらいね染めてもいいか。案外似合うと思うんですけどね、あ、うん、イベントの時メイクさんがねやってくれる時もあるから、確かに手始めにそこから頼んでみた。ぜひぜひ白いの塗りますか。白白だけに白何色がちょっと似合うのかちょっとね吟味していきたいと思いますけども、はい、いいですね、素敵ですね、なんか、うん、おばの方の色っていう感じですごい素敵です、うんうん、またここぞという時に塗るっていうなんかね、そうそうそう、使い方もいいですよね。ちょっとなんか青なのか、うん、赤なのかわからないですけど、なんか特定の色であるんでしょうね、うん、おばさんのイメージカラーみたいな感じになってるんじゃないかなと思います。勝負パンツって感じだね。え最後、最後本当にラゴと言った。最後本当にラゴと言った。めっちゃいい話だったのに。パンツそういうこと考えてる。じゃあ続いては託されたけどをご紹介いたします。縁中無異兵からいただきました。いやいつもありがとう。大変じゃない最近会議であったブオー言ってますから、祖母から祖父の遺品である日本刀を譲り受けました。長い間管理できていなかったのか、どの刀も刀身が錆びついていて、柄を持っただけで鞘が刀身からすっぽ抜け、なんだっけ、唾がガタガタ鳴るなど散々な状態でした、うん、どうしたらいいでしょうか。でしかも何本かあるってことですよね。そういうことですね、それね。すごい、おじいさん一体何をされていたんでしょう。日本刀ってなんか持ってたら届け出なきゃいけないやつですよね、うん、持ってますよっていう、でも錆びついててだからもう抜けないんでしょ。うん、持っただけでスポンって抜けちゃって刀は引き出せないみたいな状態みたいです、うんうんうん、どうしましょう。なんかでもすごく歴史的にね、うんうん、価値があるものとかって博物館に、うん、あ確かに確かに、いつの時代のもの、そんなにゴロゴロあるものですか日本刀って。見たことないですけど。見たことないかな。貴重なものなのでは。お値段もものすごいものとかありますよね。ああ、ものによってはそうですね、本物だったらそうですよね、玉鋼とか結構上等なやつもありそうですし、うんうん、でもどうしたらいいか、どう、まあまあちょっとね展示するとか、まあ抜かないまま飾っておくっていうのもやっぱなんかそれだけで威厳ありますよね、うんうん、床の間にちょんってなんかこう置いてあるイメージありますけど、うんうんうん、でもそういうのってこうちゃんと手入れしないとどんどんダメになっちゃうから、うんうんうん、多分どっかそういうところに持ってって見てもらって直してもらうなり、うん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 、もしくはでも理解、本当そういう価値が分かる人のところに行って大切にしてもらうことの方が、日本刀とかね、そういうのは確かに、なんか一回見てもらいたいですよね。でもそれかもあれじゃないですか、メルカリとかに出せば。メルカリ写真撮って、あ、それか、メルカリはダメじゃないかな。オークションに出したら価値があれば、あの値段上がっていくから、よからぬ人の手に渡りそうな気もしますけれども。でも日本刀は無理じゃないかな。あ、そうか、そもそもダメなのかな。そういうのあるかもですね。どこで直してくれるみたいな、街の時計屋さんで電池効果みたいな感じで直してくれるわけじゃないんでしょこれ。すいません、ちょっとこれ錆びってほしい。いやでもまだあのツイッターとかでもいいじゃないですか、こんなのあるんですけど、
けど、あれどういったものでしょうみたいな感じで。確かにね、有識者に、もうそう、最近何でも聞けますから、ツイッターにはなんかとんでもない人がゴロゴロいるから、うん、そう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 、教えてくれるかもしれません。それいいですね、やった解決策で、やったー、できました、はい、解決できました。じゃあ円中無兵頑張ってくれ。はい、円中無兵。さてもう一通ご紹介いたします。さぎりさんからです。義母から買ったけど着られない服をたまにもらうのですが、趣味が違いすぎてなかなか着ることができません。どうしたらいいでしょうか。うわー、趣味の違う服ね。お母さんは着ない服をたまにくれるの。うーん、なんだろうね、これはもっと若い子が着なさいよみたいな感じでくるのか。そうなんでしょう。あー、いや、これこそでもメルカリじゃん。なんでもかんでも関係値こじれるよ。だって義母って書いてるわけだから、義理の母ですからね。そうですね。まあできればなんか有効的な感じで、うん、でも着ないんですもん、難しい。リメイクとかですか。リメイクとか、でも義理の娘がなんかメルカリで私があげた服出品してるってなったらお母さんショックだよね。いやでも服は難しいですね。趣味が違うと難しいですよね。でも義母がいる、義母と会う時は着てなきゃいけないみたいな感じないですか。お母さんからいただいた服着てますみたいな、たまにね着てみせる。そうそうそう、トイさんはじゃあそういう風にしててほしいですか。例えばトイさんのお母さんがトイさんの奥さんにお洋服をあげました。はいはいはい、でこう会う時には、はい、それを着てたら俺は嬉しいって思います。いやもう全然嬉しくない。嬉しくないんかい。嬉しくないし、もうそんな怒らないで大丈夫だからって言っちゃう。そうなの。そうだね。そっか、まあでもそうだ、お母さんも着ないし自分も趣味が合わないわけだから、うん、やっぱもうしょうがないですよね。もうこれはもうメルカリ、メルカリしかないのかな。もらわない、あ、私もちょっと着ないっぽいですね。あ、みたいな。だからそう、まずだから私も着ないんで、お母さん自分で着ないんだったら買わないでくださいっていう、なんかもうはっきり説教して。確かにそこまで言える関係値だとね、いいなっていう感じですけど。そんな買わな、あの着ないものを買うんだったら私にお金をください、現金でくださいって。それは旦那さんから言ってくれたらね、スムーズですね。そうね、そうだ、それだから旦那さんから言ってもらわないと。だってね、うん、そうそうそう、義理の娘からなかなか言いにくいよ。なかなかね、そうそうそう、関係的に、まず言えないでしょう。そうそうそう、言いづらいところあるんで、ちょっとトネさん頑張ってください。いや、だから僕、トネさんから言って。僕はね、トネさんが言ってください。さぎりさんの僕が頑張る、トネさん、僕がさぎりさんのお母さんに言うの。はじめまして、歌われるものって知ってます。そういうところから話をね、ややこしいところから入っていかなきゃいけないですけどもね。じゃあトネさんよろしくお願いします、これに関しては。はい、はいはい、さてこのコーナーでは大切な人から譲り受けた皆さんの宝物をご紹介しております。実はちょっと困っているものなどは新しい使い道などのご相談も受け付けています。とはいえ解決できると約束しているわけではございません。以上、託されたもの、託されたけどでした。我らが正常はいよいよ早急を目指すとのこと。そこで今回は先に空へ登ったマロからのこんなコーナーです。マロは本物の采配師マロロでおじゃ。なんじゃとコーナー乗っ取られてる。正常、このラジオではいつも勝手にトネさんがマロロのモノマネをしていますね。ジェネリックのやつ。ジェネリック。ジェネリック、どっちがジェネリックかちょっと分からなくなってますけども、はいはい。まあだから、本物を見極める力がなくては高見えは登れません。はい、先ほど僕とトネさんで正常のいないところでマロロのセリフを収録しました。収録済みです。はい、正常にはこれからそちらのボイスを聞いていただき、どちらが私が演じたマロロのボイスかを当ててもらいます。なるほど、ジェネリックと本物でどっちが本物かを当てると、はい、そういうことでございます。こんなに簡単なことはないですよ。いやいやいや、これさすがに本物と聞き比べられたらね、さすがにバレちゃうんじゃないかなと。さすがにトネさん。あと僕聞いてても、あの杉山さんのこの、読んでた時の声は何のキャラなんですか。ちょっとなんかちょっとかっこいいキャラクターで、あれ押しとる、押しとるに寄せてきたのかなと思ったら、来た座長に寄せようかと思ったら案外ちょっと似てる。ダメだなと思ってかっこいい杉山さんに途中で諦めて何でもなくなってしまいました。何もでもタイトルコールはもう完璧マロロでしたね。ちょっと感動しました。ゾクゾクしちゃった。はい、
ということで、はい、そんな感じなんで、とにかくこれはまあでもね、間違ってもらうわけにはいかないので、もし間違えられると僕はもうね、役者としてのほら台本に書いてあるけど、誇権に関わるので。そうですよね、もうそれこそ僕がこの先食っていけるかどうか、いやいやいや、もう役者としてやっていけるかどうかがここで、決まってきますんで。いや、本物で間違ったら私の耳が腐ってるってことですよ。いや、腐ってますよ、腐ってますよ、間違ったら腐ってますよ、はい、腐ってるよ、私の耳腐ってるよ。いや、間違まだ腐ってないです。そうですよね、はい、だから本気で、あの命がけで当てに行っていただきたい。腐ってるかどうか、はい、検証します。あのこれ勝手に僕からの提案なんですけど、もしもし、はいはい、まあ、腐ってないですから、はい、もし間違ったらですよ、はい、もし間違ってしまったら、はい、ですね、これも収録の最後までもうここにいる皆さん、ギブさんも含めて、この先最後までおじゃをつけていただく。おじゃどうでしょうか、今日の収録は。いや、もしも全員マロロで喋るんだよ。あ、もちろん座長もですよ。全員だからマロロになって。ちょっと、はい、間違ったら告知とかあんだけど、お知らせも、もうそこら辺はなんかうまい具合にやってください。毎週の9時、おじゃまあそこら辺はちょっとうまい具合に、そこはまあそうです、偉い人に怒られない程度に、はい、そうそこら辺なんかやっていただいて。いや、でも大丈夫です、腐ってないんで。腐ってないんです、はい、はいはい、もちろんです、当然です。やりますか、自信があると、はい、一流なんで今私。あ、そうです、ね、一流の正常なんで、はい、そうです、その言葉を信じている。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ではそれでは聞いていただきましょう。よろしいでしょうか。はい、最初は A のボイスです。にゃーほほほー、ハクダナウ。続いてはこちら。続いてはこちら。あんま考えさせると。なんで。にゃほほほ。ハクダナウ。あれ。はい。では正常どうでしょうか。待って。どっちもジェネリック。まさかのこの。どっちも偽物だと。え、これ A も B もタネさんってことないですよね。違います違いますね。ちゃんと撮ってます。正常。はい。どっちも偽物。もう一回。もう一回ですか。もう一回。ちょっと。あの音量が小さかった。あげますから。もう一回もう一回。ちょっと。もう一回だけですよ。もう一回小さかった。もう一回聞かれるとバレる。にゃーほほほ。ハクダナウ。にゃーほほほ。ハクダナウ。めっちゃ似てる。待って、杉山さん寄せましたよね、絶対。いや、そんなことないですよ。杉山さんが寄せてるジェネリックに。そんなことはないですよ。絶対寄せてるよ。いやいや、おかしいでしょ。まさかのクオリティに焦る赤崎さん。おかしい。え、君さん、これおかしくないですか。いやごめん、面白くしようと思って。寄せたよ、これはもう皆さんの努力で。もう嘘でしょ、こんなことある。一心同体となって、はい、両方トネさんはないんですよね。これは確認しておきますね。ないです、はい、確かに先にトネさんを取りました。僕を先に取って、それを杉山さんが聞いて、はい、これセリフを喋っていただきます。でも A を聞いた途端にちょっと笑いのツボが刺激されてしまう。面白さも込み上げてきた。そう、ちょっと面白くなっちゃって、トネさんじゃんっていう気持ちが先行してしまいました。 A を聞いた時に、だからもう B がちょっとなんか平常心で聞けてないんですけど、でも A を聞いた時、これ完全にトネさんじゃんって思っちゃったからA かな。なるほど、はい、よろしいですか。はい、ファイナルアンサーですか。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。それでは A で。あ、A がジェネリック。 A がジェネリック。 B が本物。あ、だから、本物を当てるということだから B が本物だと。はい、 B が本物だと思います。 B が本物。はい、はい、だ B でファイナルアンサーですね。はい、はい、では正解を発表しましょう。え、間違った。本物が A。 なんと、おお、やった。だー、本当にひどい。ひどい。腐ってるじゃないですか。正常。これは、いやだって本当にかけるなしで A 聞いた時にトネさんじゃんって思ったんですけど。A は杉山さんです。偽物。僕でございます。B が僕でございます。B が偽物。
似すぎじゃないですか。ちょっとそのつもりで聞いてみる。じゃあもう一回聞きましょうか。その A が杉山さん、 A が杉山さん、 B が偽物。にゃほほほ、ハクダノー、にゃほほほ、ハクダノー。そうね。あ、そうね。ちょっと B の方が調子に乗ってる感は。調子に乗ってる。音の乗りも B のトネさんの方がいいんですよ。もうトネさんの真似をしようとしたらとてもちょっと高くて。でも完全に寄せてますよね。もちろん。ひどいよ。さすがです。めちゃくちゃ寄せてる。寄せ方が。すごくないですか。すごいですよ。二人ちょっと同時にやってみてもらって。いいですか。じゃあさっきのニョホホハクドノーでいきました。せーの、ニョホホハクドノー。大体一緒だもんだって。大体一緒。大体一緒よこれ。正常これはやってしまいましたと。やば、腐ってた。これはいや今日早急に、今日早急の王者になる前提でちょっと話を進めてたところもあったんですけれども。落ちちゃう、落ちちゃう。これ下手したらもう3ランクダウンぐらいできるんじゃないかなと思うんですけど。でも1ランクダウンで、はい、普通の王女でございます。普通になっちゃった。せっかく一流だと言ってもちょっとこれ難度高すぎ。いや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 、難しい。本当にこんなことになると思わなかった。いやまさかまさかの、あ、しまった。そう、そうなんですよ、こうなってしまったで王者。あ、そうですね。皆さん外してしまったでおじゃ。このスタジオ出るまでギグさんもですよ。ギグさんもそろそろ閉めるでおじゃ。しかも杉山さんはおじゃ言わない。俺もか、俺もか。本物だけ普通に喋るでおじゃ。進めるおじゃ、進めるおじゃ。はい、ということで、ということでランクは普通の王者になりました。これからも最高の高みを目指して頑張ってまいりましょうでおじゃ。今回は特別バージョン。あ、マロはマロは本物の再配信マララでおじゃでした。エニシ歌われるものラジオ。ヤマトの民よ、先ぶれおじゃ。ここからは歌われるもの関連のお知らせをお届けするおじゃ。まずは放送情報おじゃ。テレビアニメ歌われるもの2人の白黒は東京 MXBS11 にて毎週土曜25時から、北海道テレビにて毎週月曜26時25分から、ATX にて毎週木曜23時から放送中おじゃ。また D アニメストアにて地上波同時先行配信中おじゃ。その他各種配信サイトにて配信中ですので、詳しくは公式ホームページをチェックしてくださいおじゃ。にょほ。続いてパッケージ情報でおじゃる。歌われるもの偽りの仮面コンプリートブルーレイボックス初回限定版が好評発売中でおじゃる。本編25話に加え、ノンクレジット、オープニング、エンディング、PV、CM 集やオリジナルエピソードムービーなど大ボリュームの特典映像を再録しながらもお求めやすい価格でお届けするでおじゃ。ジャケットイラストは天津湯たつきさんによる新規書き下ろしとなっておりますでおじゃ。ぜひゲットして2人の箱下ろをより一層楽しんでくださいね。また歌われるもの2人の箱下ろブルーレイボックス上巻下巻期間限定版の発売が決定したでおじゃ。上巻下巻ともに原作天津湯たつきさん、三住美里さんによる書き下ろしボックスのほか、アニメ書き下ろしのデジバック仕様を予定。さらに本編に加え、ノンクレジットオープニングエンディング新規特典映像などを収録のほか、52ページブックレットを封入予定と大ボリュームでお届けするでおじゃる。詳細はホームページをチェックしてくださいでおじゃる。にょほほ。続いて音楽情報おじゃ。スワラさんが歌うテレビアニメ歌われるもの2人の白黒のオープニングエンディング両主題歌を収録したシングル人なんだはただいま好評発売中おじゃ。ジャケットイラストはキャラクター原案および原作イラストレーターである天津湯たつきさん書き下ろしのイラストおじゃ。初回製造分はアニメスタッフによる書き下ろしアニメイラストを使用したスリーブジャケットおじゃ。ぜひお手に取ってくださいおじゃ。最後はゲーム情報でおじゃ。歌われるものシリーズのゲーム最新作モノクロームメビウス時の大火は2022年11月17日発売予定ですおじゃ。
PS4、PS5、Steam 版が同時発売となりますでおじゃる。偽りの仮面二人の箱おろに登場する若かりし頃のおしとる三日月宗近たちの冒険が描かれているでおじゃ。最新情報等はモノメビ公式サイトをご覧くださいでおじゃ。豪華特典付きの初回生産版のご予約お待ちしておりますでおじゃ。そしてスマホアプリ歌われるものロストフラグの情報でおじゃ。イベント思いの爪痕とヒムカミグレンゴーガ超伏線が同時開催中でおじゃ。そして降臨祭にはシューニャ CV 皆口優子さんがついに登場しましたでおじゃる。すでにガチャで登場中の宗近白百合乙女 CV 早見沙織さんと三日月鳴上ゴーラン CV 内田優也さん、ログインするだけで仲間になるオシトル擬人僧侶 CV 利根健太郎、これでモノメビのメイン4キャラが揃い踏みでおじゃる。4人を仲間に迎え来月発売のモノメビを楽しみにお待ちくださいでおじゃる。降臨祭は10月26日水曜日13時59分までですよ。おじゃおじゃー、収入欲しいでおじゃね、収入欲しいでおじゃ。だからこれ収録してるタイミングではまだ実装されてないでおじゃるから、もう出たら引くでおじゃるよ。そこでおじゃな、胸しか出したでおじゃるから。あ、素晴らしいおじゃ。三日月とシューニャが揃えばモノメビの4人が揃うでおじゃる。あ、すごいでおじゃ、楽しそうでおじゃ。でももう宝珠がないでおじゃる。ふってこい、ふってこい。胸しか出すのに100連したでおじゃる。100連で出てよかったでおじゃるけど。よかったでおじゃるな。おじゃにおふふ。はい。三日月も欲しいでおじゃる。おい、向かったでおじゃ。以上、大和の民よ叫ぶれおじゃでしたおじゃ。にゃほほ。お送りしてまいりました、えにし歌われるものラジオもそろそろエンディングのお時間となってしまいましたでおじゃる。番組では皆さんからのメールを募集しているでおじゃ。託されたものへは大切な人から譲り受けたあなたの宝物を、託されたけどへは大切な人から譲り受けたけどちょっぴり持て余しているものをお願いするおじゃ。要は本物の天使アンジュじゃ。へは現在さらなる高みを目指して頑張っている天使アンジュへの新たな試練をお願いするおじゃ。温泉プレミアム会員だけが聞けるおまけコーナーではいつも本当に頑張っている私をおもてなしする案を募集中おじゃ。その他アニメの感想や私たちやゲストに聞いてみたいこと、普通のお便りもお待ちしておりますおじゃ。すべてのメールの宛先は歌われアットマーク温泉 .ag ホームページのメールフォームからも送れるおじゃ。たくさんのメール待ってるおじゃ。さてさて、お送りしてまいりました第9回、今回はマロロ役の杉山大輝さんと一緒にお送りしましたが、正常何おじゃ、おじゃを置いてるだけでおじゃ。なんだったらなんか何でも自然に話せるおじゃ。いやもうちょっとさすがに先ほどの情報のところでは情報ちゃんと伝えなきゃいけないっていう思いが先行してちょっと置きに行ったでおじゃるけど、言ってて情報が入ってるか皆さんに入ってるかどうかちょっと不安になったでおじゃるよ。よく分からなくなってきたでおじゃる。でも大変自然だったでおじゃる。どういうキャラか分かんなかったですけど、どうだったでおじゃるか、ね、我々のおじゃは素晴らしかったでおじゃる。あ、本物にお褒めいただき光栄でおじゃる。こんな無茶ぶりをしてしまってちょっと後悔しているでおじゃるが。そんなことないでおじゃ、楽しいおじゃ。や、楽しい、やってくれたなって感じでおじゃる。ラジオをひっちゃかめっちゃかしてくれたでおじゃるよ。いや、これでマロロも報われるでおじゃる。天のマロロ。本当に天に召されたばかりなのにこんなにふざけ倒していいでおじゃるか。早急のマロロ。マロロ。いやー、でも杉山さんも楽しんでいただけたということで、いや、もうありがたき、はい、幸せでおじゃる。あんまり喋れないでおじゃる。なんかおじゃるがこうあるぞ。でもなんか久しぶりにこう闇落ちしてないマロロの感じを摂取できてすごく嬉しいおじゃ。あ、そう言っていただけると嬉しいでおじゃるな。ニャホホホニャホホニャホホ。こんなテンションのままでこの番組は各週金曜配信のため、次回は11月4日の配信でおじゃ。ゲストにシチリア役の三宅マリエさんをお迎えしてお送りするでおじゃるよ。それでは今回の NC 歌われるものラジオはここまで。お相手はおしとる白役の利根健太郎と、アンジュ役の赤崎千夏と、マロロ役の杉山大輝でおじゃった。
ここにあったのも何かのいいじゃん。みんなのもの食材でにょほほ。この場